ハウルの動く城にジブリのキャラクターが回るメリーゴーランド、20メートルの丘からジブリパークの新エリア魔女の谷を一望できる展望台がエリアの開園に合わせた今月16日からオープンします。ジブリパークのフルオープンと合わせての、アカデミー賞の受賞ということで、合わせてね、また多くの人に喜んでいただければというふうに思っております。展望台までは森蔵キッコロをモチーフにした8人乗りのスロープカーも用意され、空に向かって舞い上がるような写真を撮れるスポットもあります。この展望台、平日は誰でも無料で入ることができますが、土日や休日、指定された混雑日は中学生以上は150円の入場料がかかります。